マジかよ。はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今ね、目の前にですね、これ3つね、出たんですけどね。はい、まさかね、3つ目があるとは思わなかったですね。はい、ですね、ちょっと前ですね。はい、こんなね、動画を上げたんですよね。はい。こちらです。はい、まあ、片方、どちらかがこれ100均ですよっていうね、同じね、ポリプロピレンのね、素材のこのペンケースで2つのね、部屋に分かれてるっていうやつを紹介したんですよね。で、片方がですね、反転してたり、ちょっと薄さが違うかったりとかね、なんか特徴が違ってたやつで、まあ、どちらかが100均、どちらかが、無印良品でね、売られてたやつっていう風に感じでね。はい、こうやって紹介したんですけど、はい。まあ、この動画をね、投稿したところ、はい、コメントでですね、セリアにもあったような気がするとかね、見かけたよっていう風なね、はい、コメントをいただきまして、それで、え?って思って、ちょっと調べてみたんですよね。はい。まあ、ちょうどね、そのコメントをいただいたのがね、休みの日でよかったです。で、ちょっとね、またセリアさんの方でね、ちょっと足を伸ばしてみて、よく見てみますと、なんとね、あったんですよね。前行った時はね、ちょっと売り切れてたんですけどね、偶然ね、あったんですよね。はい。でね、まあ、それをね、追加したのが今回のこちらになります。はい、どれもですね、これね、大きさ、まあ表記とかがね、まあ商品のタグのところではちょっと違ったりしてるんですけど、見た目、大きさ、もうね、ほぼほぼ同じです。大丈夫なの?これ、本当に。はい、まあ今回ちょっとチリンっていう風なね、もうちょっとね、すごい何とも言えない心境なんでね、ちょっと効果音がね、同じのやつを多発しちゃうかもしれないんですけど、これご覧ください、これむっちゃ似てますよね、これ。はい。ちょっと一個だけ透明度が違いますよね。なんでこれはちょっとヒントになりそうなんですけど、はい、ご覧ください。この高さもこれ、あ、一個、ここ違うか。はい。高さも一緒ですよね。ほんで、ここのところのこの、切り方?はい。一緒ですよね、これ。はい。そうなんですよね。これ見渡しても一緒なんですよね、これ。ケースのところもこれね、なんか大きさがね。はい。この小さい部屋の小スペースのところもこれね、一緒です。はい。でもね、若干ね、違うところもね、まああったりするんですよね。はい。なんでね、ちょっとね、紙の方にですね、はい、ちょっといろいろまとめてみてね、はい、今回はですね、ABC、はい、C がね、追加になった感じなんですけど、皆さんにね、どれがどれかっていうのを当てていただこうかなと思います。で、まあそのクイズをした後で、はい、まあ正解発表をして、はい。で、まあ、それぞれの特徴なんですけど、まあ、特にですね、今回新しく加わったセリアさんの方に、ちょっとだけね、フォーカスを当てて、まあ、詳しめに紹介したいなと思います。はい。ということでですね、まあ、ちょっとね、それぞれのね、特徴をね、まずは出していきます。はい。まあ、上からね、いきますね。はい。まあ、一番上のやつがこちらになります。じゃん。はい、こちらです。はい。まずは A ですね。はい。まあ、乳白度合いが濃くて、角が尖っている。そこにマークがなくて、小スペースが左になります。はい。今回ですね、この角っていうのがね、ちょっと項目が増えました。はい。というのがね、何かと言いますと、この全体的なね、この角っこの、ここの角みたいな感じですね。はい。ここの角の丸み、まあ、ちょっとはあるんですけど、まあ、やや尖り気味かなっていうやつが、まあ、尖っていう風に表現してます。はい。というふうな感じです。はい。まあ、乳白度合いはこんな感じです。で、角がこういうふうな感じでね。はい。まあ、R はちょっと丸みはついているものの、それが小さい感じで、まあ、尖り目っていう感じです。で、そこのところにね、マークとかがなんかないっていうふうなやつになります。はい。で、小さいスペースが左についてるってやつが、まあ、これが A ですね。はい。じゃあ次はですね、この B ですね。はい。これね、比べてみるとですね、はい、先ほどの、ごめんなさいね。はい。先ほどのやつより、ちょっとね、これ丸みがね、こういう風に帯びている感じなんですよね。はい。他のこの透明度合いっていうのはもうほぼほぼ一緒なんですけど、若干ちょっと薄いかな。はい。という風な感じになります。なんでですね、はい。B に関してはこちらになります。はい。こちらですね。はい。まあ、乳白のところが濃い目っていう風につけておきました。んで、角に関しては丸目です。で、そこマークはなし、小さいスペースが左にあるっていうやつが、これが B になります。はい。でですね、まあ C の方ですね。はい、これですね。まあこれに関しては、はい、こちらになります。まあ乳白色が、まあ、
薄い。で、角が尖ってる。で、底マークがあり。で、小スペースが右にある感じなんですよね。はい。まあ、こっち側に、右の方にある。あとはこういう風に透明度合いが大きい。はい。で、そこのところにですね、マークっていうのが、はい、ここですね。はい、ここのところにこういう風なマークがあります。で、他のやつに関してはないっていう感じですね。はい。で、角っこに関しては、はい、こんな感じでですね、割と、まあ、R はついてるものの、ちょっと尖ってるような感じのやつになります。はい。はい。という風なね、感じでですね。はい。まあ、今回はですね、はい、C が増えたんですよね。はい。という風な感じでですね、まあ、前回からはね、ちょっとシャッフルしてる感じになります。ということでですね、改めましてですね、はい、この ABC の方ね、皆さんにまずはクイズとしてね、終わっていただきたいなと思います。はい。ということでですね、じゃあちょっとね、BGM の方を止めてね、はい。まあ、今回はちょっと1個増えたんで、10秒間ね、ちょっとお考えいただこうかなと思います。はい。ということで、BGM を止めて、はい、シンキングタイム、用意。スタート。はい、じゃあね、10秒経ったんでね、はい、この ABC それぞれ無印、セリア、ダイソーさん、はい、それぞれどれになるかっていうのをやりたいなと思います。はい、ということでいきますよ。正解はこれらになります。はい、ということで A が無印良品、 B がセリアさんで、 C がダイソーさんになります。はい、皆さんね、当てることができましたかね。はい、もう非常にね、これややこしいですよね。はい、ということでね、まあ、今回ね、新たに加わったっていうのは、このセリアさんのやつになります。これに関してはね、ダブルハードペンケースっていう風なね、こういう風な、ビニールの袋の中に入ってました。で、他のやつに関してはね、こういう風なシールがね、貼ってある感じで、まあ、売られてた感じになります。はい。でね、まあ、ちょっとね、まあ、この上下、2つのやつですね。はい、これに関してはね、前回の動画で結構触れてるんですけど、今回のね、これですね。はい。まあ、これが、まあ、ちょっとセリアさんで売られてたやつで、まだ紹介できてないやつなんでね。はい、まあ、これについてより詳しく紹介したいなと思います。はい、まあ、ペンケースの代わりですね。これ、前の動画でも言ったんですけど、他の用途でも使うことができます。で、セリアさんに関しては、そこら辺をね、こうやってフォーカスして、まあ、マークでこういう風につけてる感じですね。はい、まあ、化粧のメイクの道具とか、あとはアクセサリー入れとかにもいいかもですよっていう感じですね。はい、確かにね、こういうふうな細かいパーツをね、こういうふうに区切って、はい、しかも安全にね、これハードなんで、こうやって衝撃が加わっても大丈夫なんで、はい、まあ、そういうのに入れるのに非常にまあ、向いてるかなと思います。はい、で、このツールームに関してはね、もうこれね、大きさのね、表記がね、後ろのところにこうやって書いてあるんですけど、セリアさんのこれに関してはね、はい、センチでね、書いてあります。はい、こちらの方に関してはミリで書いてあるんですけど、はい、まあ、若干ね、これセンチが違うんですけど、もう冒頭にも見てもらった通りね、比べてみるとこれ一緒です。はい。で、まあ、使用上の注意に関しては、これはまあ、一般的なことが書いてある感じですね。はい。で、まあ、これ15センチの定規は収納できるサイズですって書いてあるんですけど、この15センチのね、定規っていうのが、はい、これもね、前の動画で入れた内容と同じやつを今からね、出して、大きさを見ていきたいなと思います。で、これに関してはダブルハードペンケースっていうやつで、はい、これね、メイドインチャイナにこれはなるんですよね。はい。で、まあ、販売元が株式会社森徳さんっていうところになります。まあ、大阪の企業なんですけど、これ何してるとこかなって調べてみますと、まあ、100均商品の、まあ、企画とか制作とか販売とかをね、まあ、いろいろされてるようなところになります。はい。というふうなね、やつなんですよね、これ。はい。ということでですね、まあ、ちょっとね、入れてみますね。はい。じゃあ、前回のね、ちょっとアイテムたちをちょっといろいろ出したいなと思います。はい。まあ、それがこれらですね。はい。まあ、いろいろバーって出したんですけど、はい。じゃあ、ちょっとね、大きさの方を見ていきましょう。はい。ということでね、まあ、ここの部屋のところにね、まあ、前回こういう風に
入れたんですけど、消しゴムこんな形で入ります。ちゃんと蓋もすることができますね。はい、でここのところを開けてみまして、はい、ここのところに、はい、グラフ線の4プロですね。で、まあ、スマッシュです。でステドラーの925の25、はい、まあ、この辺は、ね、結構こうやって余裕で入ります。じゃあね、このドクターグリップのね、はい、こういう風なね、あの傘の大きいようなこの4プラス1とか、はい、これ入るかと言いますと、まあ入る感じになります。でこのね、ドクターグリップのこの長い、まあ廃盤になったやつなんですけど、はい、これも入るような感じですよね。ただ鉛筆ですね、はい、鉛筆に関しては同じくちょっと入らないような感じになります。で問題はですね、この15センチ定規なんですけど、ちょっとこういう風に折りたためるようなこんなタイプ、ここのところが出っ張ってるんですけど、はい、これどうかと言いますと、はい、これがねシンデレラフィットするんですよね。はい、というような感じで、はい、締めることができます。という感じでですね、全くね、これらとね、はい、あの、大きさ一緒なんじゃないかなという感じです。本当はあの、コンマ何ミリ単位ぐらいでは違うかもしれないんですけど、もう本当にあの、そんなレベルで同じ感じです。で、ちょっとね、前回他でね、質問を受けたんですけど、これのね、厚み。はい、あの、しっかり度合いはどうかってね、あの、質問されたんですけど、これね、全部ですね、すごいしっかりしてるんですよね。はい、あの100均だからといってペラペラって言うわけではないんで、本当にこれね、あのこのタグとかこういう風な特徴をね、はい、あのちょっと控え損ねてこういう風にボンって出してしまうと、もう本当にね、どれがどれかがね、分かんなくなるような感じです。まあ自分こういう風にね、あの事前にまあ調べたりとかちょっと控えてたんで、あ、これがこれ、これがこれって分かるんですけど、これね、結構ね、文房具が詳しい方とかにポンって見せても多分ね、あの混乱されますし、動揺されるレベルかなって思ったりするんでね、これね、まあクイズにいいかもですね。でもそれでもね、この特徴さえ押さえておけば、これらの3つね、見分けることができますね、これは。はい、でね、もしかしたらね、あのちょっと自分このダイソー、セリアさんがちょっと自分のね、あの家からは遠かったりするんで、なかなかなんですけど、もっと遠いところにあるようなね、あの、まあ、100均とか、自分が知らないような100均には、もしかするとこれのさらに亜種みたいなのもあるかもしれないです。まあ、ただそれはね、あの、なかなかすぐは手に入れることができなかったりするんで、また、あの、探してね、あの、手に入れ次第ね、まあ、そういう場合は、また、D とかで E とかいろいろ追加したりとかして、まあ、やっていこうかなと思うんですけど、この ABC はなかなかね、難しかったですね。はい。ということでですね、まあ、あの、さらにね、表にまとめてみたやつがこちらになります。じゃーん。はい、こんな感じですね。はい。まあね、おさらいをしてみますね。はい。まあね、この A に関してが、これが、あれですね。これが無印ですね。はい。まあ、これがね、あの、無印良品ね、あ、ごめんなさい。無印良品のやつになりますね。はい。でですね、あの、B のやつですね。はい。まあ、これがですね、セリアのやつになります。で、C に関してが、これがダイソーさんです。はい。はい、こんな感じですね。はい。まあ、乳白色に関しては一番濃いのがこの無印さんです。で、次がこのセリアさんです。でもこれほぼ一緒ですね。んで、まあ、ダイソーさんが一番薄い感じです。まあ、これが一番特徴っちゃ特徴ですね。で、角に関しては尖ってる、これが丸め、これが特徴ですね。で、そこにマークがなし、これがありなんですよね。はい、まあ、これが特徴です。で、小さいスペースが左、右にこれがあるんですよね。なんで、ダイソーさんがね、一番あの、見分けがこの3つの中だとつきやすいかなと思います。はい、まあ、そこのこのマークとかね、はい。ちょっと待ってください。これ、並び順がまた違いますよね。これ、はい。こうですね。はい。はい、まあ、ここのところにこうやってマークがある感じ。まあ、あとはこの薄さですね。はい。まあ、これがすごい決め手になりますね。はい。まあ、こんだけ大胆に違うんでね。はい。まあ、これは一番皆さんもね、あの、前回の動画とか特に見ていただいた方は分かりやすかったんじゃないかなと思います。で、問題はこの2つですね、これ。はい。まあ、下の方がね、これ、セギアさんのやつになるんですよね。で、上の方がこれ、はい、なんですよね。あの、無印さんのやつになるんですけど、はい、ここら辺ですね。ここをご覧ください。ここら辺の R ですね。はい。角の R なんですけど、やっぱこのセリアさんの方が大胆にこうやって丸いんですよね。はい。まあ、ここでね、見分けっていう感じですね。ただね、そこのところにもね、これマークがね、ついてないんですよね、これ。はい。まあ、他のね、特徴っていうのはね、もう、本当に一緒です。はい。まあ、心持ちちょっとこっちの方が開け
無印さんの方が開けやすいかなぐらいのレベルなんですけどね。はい。まあでも値段の方がですね、もう倍以上違うような感じなんですよね、これ。はい。ちなみにセリアさんのやつもね、はい、これ、まあ、100均のところで、まあ、普通にこれ100均ラインナップの商品なんで、まあ、消費税込みで110円のね、値段で売られてるやつになります。はい。というふうな感じでですね、まあ、改めて並べると、これ、無印さん、セリアさん、はい、ダイソーさん、これで合ってるな。はい。まあ、無印さん、セリアさん、ダイソーさんみたいな感じでね、はい、紹介した感じになります。いかがだったですかね、これ、もうそれぞれね、ちょっと OEM 元というかもうなんか違うような、まあ、全部が一緒だったらね、あれなんですけどね、はい、ちょっと違うような感じもしてね、なかなかちょっと、これはどうなんかなっていうね、心配になってくるようなやつなんですけど、はい、まあ一応ね、結構、はい、まあ主要なね、セリアさんとか、まあダイソーさんにこのような似たような商品があったという感じになります。まあね、無印良品が好きっていう方にとってはこれは大変だぞ、みたいな感じだったりするんですけどね。はい、皆さんね、まあそれぞれね、まあ気に入ったとこで買ってもらえたらいいんじゃないかなとは思います。まあもしね、無印のやつを集められてる方でね、ちょっと急に代用品が必要ってなった時に、まあ、ね、100均のところで、まあ、セリアさんとダイソーさんに行ったら、まあ、こういうふうな似たようが、似たやつがあるよっていうふうにね、覚えていただいても、まあ、いいんじゃないかなと思ったりもします。はい。というふうな感じですね。まあ、今回はですね、この、まさかの3つ目、はい、追加になったというふうな感じなんですけど、はい、まあ、クイズと、あとはこの紹介みたいな感じの動画でした。まあ、この動画が良かったという方は、ぜひ、グッドボタンを。で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。